どうも、愛知ですえ。今回は編集なしでえ皆さんに思いというかメッセージを伝えさせてください。もしかしたらタイトルに入れるかもしれないんですが、実はこれ5年ぐらい前からこの話をこの日にあの伝えたいなって、ちょっとね、頭の片隅に思ってたことがあって、それを話していきます。だから5年あるから思 <laughs> いが溢れちゃってね、多分ね、ちょっと行ったり来たりでまとまんない感じになっちゃうと思うし、 取った後にあれ伝え忘れてんじゃんっていうことがね起こる気がするんですけど、ですけどあのちょっと今日の動画はもしかしたらなんかただただ話しちゃうかもしれないけどお時間いただいてちょっと見ていただけると嬉しいですよろしくお願いしますで何かっていうと夢というテーマで話していきます夢です皆さん夢今持ってますかでこれは別にあの持ってなくてもいいんですよあの持ってることが正義なんでみじんも持ってないので自分もずっと持ってなかったしね。 そうだから守ってる方もいればこれから見つける方もいると思うんですけど私この活動十10年 YouTube やっててで10年間も思ってたことなんですけど特にこの2年ですこのコロナがこう大きくなってしまったこの2年間ですごい感じているのが夢をを諦めてていいくく子たたちの相談をたくさん聞いてきましたでその決断に対してその子がね一生懸命考えたせいの決断であればもちろんそれを うーんまあ応援というかそうだね分かったっていうふうに言ってあげなきゃいけないのかもしれないですけど私はどうしても言えなくってなぜかっていうと本人が絶対に諦めたくないのにっていうのが文面からも伝わってくるんですよね。なので今日はちょっと私の昔話がメインになっちゃうんですけどちょっと付き合ってください夢に対する話をしていきます。でこの話はもしかしたら初めてかもしれないんですよ。これは今高校の、ね、話なんですけどちょっと、ま、戻っと戻て で私中学の時にこれはよく話してるけど、まあ、いじめを受けてたんですね、まあ、いじめと言っても当時はネットとかないから SNS のいじめはなくって陰口とか悪口とか、まあ、ちょっとこう階段の上から背中蹴飛ばされて転げ落ちるとか、まあ、そんな感じのね、まあ、いじめがあってであとそれプラスそのある教師がね先生が俺の俺もっとぽっちゃりしてたから俺の体型いじってクラスで笑い取られたりとか、まあ、そんなことがあったのよでそこからやっぱり病んでしまってで自分の うん、生きてる意味も分かんなかったし、存在価値が分かんなかったんです。何のために生きてるんだろうって。取り柄もねえし、何も誰かのプラスにもならないし。で、陰口言われる、ね、悪口言われるからさ、みんなにも好かれる、好かれてるわけでもないしっていうふうに思っていて、今振り返れば全員じゃなかったんですよ。本当一部だったと思うんですけど、でもやっぱそう思っちゃってて、で、生きてる意味が分からなくてさ、で、そのまま卒業したんですよね。で、高校入って、 これ多分初めてかな分かんないちょっともう10年で覚えてないんですけど私実はある夢を見つけたんです高校1年生の時にそれが芸能人になる夢なんです芸能人ですで先に結果で言いますまあもう分かってると思うんですけどあの叶ってないですはいあのうんともすんともいかなかったですで夢になりたいなって思ったの芸能人になんでかっていうと今はね今いろんな方とお仕事させてもらうようになったからその芸能の世界っていうのがどんだけ厳しくて どんだけ努力をされてるかを知ってるからさ、そ,そんなふうは思わないけど、当時はすごいもうキラキラしてる。才能豊かな方がキラキラ、きらびやかな世界なんだなって。だから自分もあの世界に行ったら変わるんじゃないかなって。そして自分に対する思い、自分なんて生きてる価値がないっていう思いも変わるんじゃないかなって。あとは誰かに認めてもらえるんじゃないかなって。必要とされるんじゃないかなって思ったんですよね。で、それを 母親に夢を話した時にこれはもう母親に感謝なんですけど母親は全くバカにすることなく「そっか分かった何すればいい?」って言ってくれてで調べたらオーディション雑誌があってでオーディション雑誌を毎月買ってめぼしいものに履歴書を書いてでそれも母親が手伝ってくれてで送りまくったんですよ。と。で当然もう全部もう何の連絡もないっていう。社だけなんか 事務所に来てくださいって言って呼ばれて行って話聞いたりはあったんだけどもちろんそこで亡くなったるから何もないんだよねだ結果的にはかなってないですでもまあそんな夢があったんですよでえっとそこからまあいろいろあってで私今 YouTube やってるじゃないですかで2012年に YouTube 始めたんです10年前にねでその時もまあこの YouTube で勉強するっていう学ぶ,学ぶことができる無料で学ぶことができるっていうものは絶対日本に必要になるって もう確信があった自分の中では。だけど、いろんな人に話したの、それを。夢って絶対口に出した方がいいと思ってて、それはもう大学とか社会人の中で思ったことなんで、もめっちゃ言いまくってた。これはみんなにも言いたい。夢は絶対口に出した方がいい。なぜかっていうと、う夢を口に出さないと、それに共感してくれる人、応援してくれる人が現れないから。みんなが何を夢見てるかがわからないから。ただし、リスクもあって、話すと、それを否定されたりとか、馬鹿にされるリスクがあるんだよね。 でだから結果的に、地元当時、すごい信頼してた人に、今でも忘れない。その夢を話した時に鼻で笑われたのよね。もう今でも忘れないもん。あれに関しては。本当に悔しかった。悔しかったのかな。ショックだったかもしれない。で、それは一人だけじゃなくて、結構いろんな人にそういうことがあったんですよ。だから、現実としてね、こうやって夢を話せよって言ってるけど、みんなも、例えばそうやって夢を何か見つけて周りに話した時に、 例えば一番応援してほしい人。ご家族とか、兄弟。まあ恋人とかもそうかもしれないね。友達とかね。一番応援してほしいなと思った人に、馬鹿にされることだってある。全員に応援してもらえる夢なんてないよ。それはありえない。だからそういった辛い思いをするかもしれない。し、あとはもう一個現実として、全員が全員。みんなが持ってる夢が全て叶うわけじゃない。自分もそうだからね。もう来月37です。になります。37歳になるんですよ。みんなの2倍ぐらい生きてます。 私の中で過去を振り返って言ったら叶わなかった夢の方が圧倒的に多い。多いよ。そう。それが現実。だけど、それでも叶わなかった夢がいっぱいある。その中でも叶った夢があって、やっぱり結果的に振り返って思うのは絶対夢は口に出した方がいい。し、今回の一番この動画で伝えたいことは、夢を持っていいんだよって。それが伝えたい。それが伝えたくて実は今回この動画撮ってます。なんでそんなことを思ったかっていうと、 特にににこののコロナなななってです、ねそのまあ、不安定な世の中になりましたよねきっとみんなのご家族の中にも収入が不安定になったご家族の方もいらっしゃるでしょう。その中で例えばこういう夢こういうことに興味があったんだけども親からやめなさいって安定した公務員になってみたいなことを強要されてそっちにうーんなんだろうどうしたらいいですかって悩み相談があったりとか自分のこう、まあ、夢ってさ物によっては危ない橋になることもあるじゃないですか。 だからそれを考えた時にやめた方がいいかなってやっぱ安全思考安全思考になることが悪いとは思わないけどでも本心で思ってないんだもんメールの文面から伝わってくるのが自分が夢を諦めるというか違う道を目指しますって言ってる分にそのなんだろうな心残りを感じるというかそうかそだからこの動画がどういった方たちに刺さるかちょっとわからないわからないけどでもやっぱり夢は夢はというかみんなの思いっていうのを大事にしてほしい。 みんなの興味もそうだしみんなの思いっていうところね夢とか目標っていうのを大事にしてほしいっていうのが伝えたくて撮ってますでなんで今日この日なのかっていうとえ今日夜8時20時に卒業ソングを作ったもののミュージックビデオを公開しますで実はこの卒業ソングを作りたいって思ったのがだいたい5年前なんですで実際にこのプロジェクトが動いたのは半年ですこの半年間いろんな人の力を借りてプロジェクトをやりきって 今日ミュージックビデオの公開に、えー、と至ることになりましたなんで,で今日なのかっていうと実は私このプロジェクト3つの夢が叶ってるんです私の中でまず1つは卒業ソングを作るっていう夢ですもともとですね私は合唱を聴くのが好きなんですよ N コンね見たりとかするのも好きなんですけどだから自分が関わった曲を卒業式で歌ってるシーンを見たいなっていうもう欲求です自分の中で 絶対泣けるし絶対嬉しいと思って俺がだからそれでもともと5年ぐらい前に思ったんですよでもこの2年間やっぱりコロナになってから多くの学生さんが当たり前が当たり前じゃなくなりましたよね楽しいイベントばかりがなくなっていくこんなはずじゃなかったって何で私たちだけこんなまましなきゃいけないのって思った方も絶対少なからずいるよね前も話したかもしれないけどうち2人息子がいて 上のお兄ちゃん小2なんですよ。今度小3になるんですけど、小2ってちょうど入学式の時に休校期間だったんですよ。うちの長男。だから、そっから入学してるじゃないですか。給食の時に喋るっていうの一回も知らないんですよ。黙食が当たり前なんですよ。だから何かのテレビの時に昔のね、映像があってさ、なんでパパは給食の時にみんな喋ってるのって言われたんですよ。それがすごい切なくて、俺の中では。いつか戻ると思ってるけどね。 でまあそれちょっと例え,例えというかねちょっと話それちゃったけどみんなもそうじゃないですか黙食もそうだし文化祭とかのイベントがなくなるのもそうだしなんと部活の大会とかコンクールって目指してたものがなくなったいきなりねいきなり目の前から消えてしまった方も多いじゃないですかでその相談もやっぱりうんその学生生活がつまらないものになってしまったっていうふうな意見がすごく多かったからじゃあ 自分がこの卒業生、まだこの多分動画出してる段階ではまだ歌詞公開してないんですけど、この歌詞だけ俺書いてるんですね。で、自分が、本当素敵な歌をただしんやさんに作ってくれた、もらったんで、ただしんやさんって嵐のスティールとか、君の歌とか作ってらっしゃる方なんですけど、ただしんやさんが作ってくださって、その自分のもう思いをめちゃくちゃ悩んだんで本当ほんとこの歌詞大変で、締め切り何回も何回も伸ばしてもらって、で、ある時にかけて、その歌詞があって、 で、それを、この卒業シーズンに公開できたら、ちょっとみんなの学生生活とか、もう卒業された方もさ、去年とか卒業した方も振り返った時に、まあ確かに悪いことだけじゃなかったかもなって思ってもらえないかなって思って作ったんですよ。それがまず一個の夢。で、もう二つ目の夢は、今回プロモーションビデオを文系さんにやってもらってるんですよ。 あの、パワーパオーチャンネルの文系さん。文系さん博士っていう会社の代表なんですけど、にお願いして、4年前にちょっと知り合ってて交流があって、で、どうしてもね、文系さんと仕事がしたかった。ずっと。文系さんの感性とか考え方がすごい好きでお話しさせてもらった時に。でも、あの、分野はさ、違うからコラボは難しいじゃないですか。そうじゃなくて、何かの映像を作ってもらうってことでずっとやってほしいって思って。だから今回、卒業ソングの話が具体的に動いた時に、真っ先にもう LINE で相談して、そしたら、 二つ返事でいいですよ、やらせてくださいって言ってくださって、で、文芸さんが聞いたもう拍手の方とか、あとそのロボットっていう会社の方とかがみんなが協力してくださって、お仕事を引き,引き受けていただいて、作く素敵なね、映像を作ってもらえた。それが二つ目。そして三つ目はですね、今回ボーカルを務めてくれてるのがとも子という女性です。とも子はですね、私も10年以上の付き合いなんですけど、実は私、大学の時に教育実習に行ってて、その時に えっと、一生教育に身を捧げるって決心した習慣があるんです。それが、中学校に教育実習行ったんだけど、その時のなんかね、屋上のテラスに女の子3人がいたの、授業中に。えって思うじゃん。で、自分、コミュ障だから、そんな声かけるとか無理なんだけど、なぜか声かけちゃったんだよね。どうしたのみたいな。そしたら保健室トークをしてる方で、で、その中の1人が、でも最近退院したんだよね、みたいな。してて、え、なんでって言ったら、その自殺未遂をしてしまって、まあ、命助かって退院したっていう。 でそこから自分もね、もともといじめの、あのー、があって、生きてる意味が分かんなかったりとか、自殺未遂とかしちゃってた人間だったから、この子たちと話をしようと思って、で、その、先生にバレないように、いっぱいね、こう話をしててで、いろんなエピソードがある。いろんなことがあったんだけど、その2週間に。でもその終わりで、その子たちから、特にその子から、もう死んだりしないからって、ちゃんと生きていくからって、ありがとうっていうのを言ってもらった瞬間があって。で、その時に、 初めてじゃないんでしょうけど、でも心の奥そこまで本気で人の役に立てるんだって思わせてくれた瞬間だったんです。だから、その瞬間にもう自分は、この子たちは卒業していくんだけども、子供たちに恩返しをしていこうって。教育の場で。それが自分のミッションなんだって。だから教育に一生身を捧げるって。子供たちのために何ができるかを考えていくっていうのを決めた瞬間。だから命を救ってくれた瞬間なの。俺からしたらね。で、実はその、 自殺ミスをしして退院してた子がトモコなんですそう卒業後も手紙とかのやり取りはあったんだけど本当何年ぶり56年ぶりぐらいにどっかで再会してで歌を目指してるっていうのを知ってでその話を聞いた時にもともと歌が好きなのは知ってたからあじゃあこの子といつか仕事をしたいって自分の中で夢があってそれが叶ったんです今回だから3つ目の夢。 でなんで、今回、実はとも子以外のボーカルの方もいろんな話があった。もともと自分が歌うってう話もあったんだけど、でも、自分が歌うの嫌だったの、まず。なぜかっていうと、みんなのための曲だから、俺が出すぎちゃったら、配置力が強くなっちゃうでしょ。それは違うって。で、いろんなボーカルの方もあったんだけど、とも子が学生時代にすごい苦労してるのを知ってるので、痛みを知ってる人に歌ってほしかったの。で、絶対適任だと思って。 その前に、トモ子のライブ行ってた、見,見に行った時があって、その歌声聞いた時に、絶対この人に歌ってもらおうと思って、トモ子に歌ってもらうってことは叶いました。だから今回ボーカルはトモ子なの。っていう、その夢が叶ってます。でなんでこんな話をして熱弁してるかっていうと、夢ってみんなが叶うわけじゃないんよ。ね、俺の芸能人の夢も叶わなかった。でも叶う夢があるんだってことを知ってほしい。いい。YouTube で勉強するっていうのも10年もかかってんだわ。 時間かかっちゃってるのよ。卒業ソングも5年もかかってんだわ。めっちゃかかってる。ね。サクッと夢は叶えたいよね。できれば。苦労はしたくないかもしれない。でもね、苦労すんだって。夢叶えるって。辛いこといっぱいあるんだって。それでもね、諦めずに追いかけてったら叶うんだよ。あとは寿命が間に合うかだけだから。っていうのをずっと思ってる。俺もう37なるんよ。きっとね、社会人として全盛期と言われるなは半分以上が終わってると思う。 そう。だけど俺夢まだ追うよ。いっぱいあるもん、夢が。そう。だからその姿は、YouTube を通してなのか、どんな、ね、何を通してかわからないけど、みんなに見せていく。これからも。おっちゃんだけど、おっちゃんも頑張ってぞって。夢追いかけてぞって。見せていくから、だからみんな自身も、今持ってる思いとか、これから見つける思い、夢っていうのを、大事にしてください。いい全部が全部消しちゃダメなんて思わないよ。いっぱい考えた上で諦めることは全然いいんだ。 前を一歩踏み出すために諦めることは必要だから。一個夢っていう言い方がちょっと悪いけど、重荷を下ろすことによって身軽になって前に進めることもあるからね。そこはいいんだ。いいんだけど、今この2年間たくさん相談を受けてきて、すごい後ろ向きな気持ち、心残りがある諦めはそれは違うんだ。前に踏み出せない。引きずられちゃうから、後ろに。そうじゃなくって。みんながこれから自分の中で湧き出てくる思い、興味、関心、夢、目標っていうのを 大事にしてほしいという思いが伝えたくてちょっと長くなっちゃったんだけど今回の動画を撮らせてもらいましたここまで見てくれた方ありがとうございますで途中でも話しましたが今日の夜8時にえこの場所からという曲のミュージックビデオが公開されますので よかったら、ぜひ見てください。で、もし、最近学校のね、関係者の方とか保護者の方も見てくださること多いので、あの、この歌、卒業卒業式に歌ってほしいっていうように作りました。で、合唱用に、まだちょっと用意できてないんですけど、合唱用にパート分けかな ?3 パートかなソプラノアルトテナーの3パートのちゃんと合唱分けした譜面も無料でダウンロードできるように用意します。なので、来年の、ちょっと今年は間に合わないですけど、来年は絶対コロナが収まってる。合唱できると信じてますので、 え、保護者の方、学校関係者の方、もしか、もしよかったら、卒業式で歌う一曲の選択肢に入れていただければ幸いです。そして、もしよかったら先生、学校にサプライズで呼んでください。あの、お邪魔しに行きます。生徒さんが喜んでいただけるなら、行きますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、宣伝込みだったけど、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週の月曜日、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ということで、今週一週間も頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。バイ